宇野徹は日本の政治家、衆議院議員、千葉県議会議員などを務めた。千葉県出身、1950年早稲田大学文学部卒業、千葉県議を2期務めた。県議時代は自民党衆議院議員の井上義次郎の選挙参謀を務めた。県議会の土木委員長として土地転がしを行って資金を作り、 現金を配るやり方を、井上の選挙で身につけた。井上は1976年12月の第34回衆議院議員総選挙には出馬せず、引退。井上の地盤を受け継ぎ、千葉2区から無所属で立候補し初当選した。1979年の第35回衆議院議員総選挙では、自民党公認で立候補。 定数4に対し順位4位で再選を果たすが、検挙数総計130人、逮捕者304人に上る大規模な選挙違反を起こし、自身も起訴された。1980年の第36回衆議院議員総選挙は、不出馬。1983年の第37回衆議院議員総選挙は、息子の宇野博を身代わりに出馬させるが落選。 1984年に懲役4年の実刑判決を受けたが、病気で入院中のため刑の執行は停止された。後に、昭和天皇崩御による恩赦で刑の執行停止を受けた。1995年11月11日、死去。71歳没。打前述の衆院選で落選した息子の宇野博士は1998年の、 千葉県議会議員補欠選挙で初当選し、2016年には議長に就任した。ありがとうございます。